けど。そこから5メーター上の棚で団子を切りました。ほら、もう当たってるよ。ピン。アジですね。アジがこの棚にいるんで、よし、OK。マジっぽいよこれ。よっしゃ、あ、いかんよ、そっち行ったらいかんよ。あ、やっちゃったよ。近くにいるよ。ん？なんか渋いね。魚いいんだけどね。なんか渋いね。うわー、またや。ボソボソツンツンして、ツンツン食ってくれない。なるほど、こんなやつがいるのか。間違いない。全部これだ。これはもうちょっとお帰りいただきます。さすがに。うん、いいよ。天然、天然いいね。よし、オッケー。かっけえこれ、でかい。さっきのマダイが、むき身で釣れました。むき身で食ってくる時っていうのはだいたい肩が大きいんで、むき身で当たりが出る時っていうのはやっぱりドキドキしますね。チャリコが当たってきてたんで、それを嫌って餌を変えました。白エビのむき身ですね。今使ってるむき身っていうのはちゃんとこう赤の着色料とアミノ酸とかね、しっかり混ぜてやってます。もうそこについちゃってるんでね、もうそこについたら今度当たってきてもカワハギとかね、歯の強いやつがもうむき身とか全部食っちゃうんでね、そうはさせたくないんで、そこについたら一旦やっぱり巻いてもう一回フォールをした方がまだマシ。当たるよ、当たるよ、いけよ。あれ、食い込んでよ。なんだこれ、これダメだね。これタイじゃないね。タイだったらめちゃくちゃ小さいタイだね。おお、なんかよっしゃ、かかった。タイだったのか、タイだったみたいね。おお、マジか、マジか。よっしゃー、やっぱむき身いいね。むき身に当たるとでかいよね。ん、死ぬ？死ぬかこれ。ああ
始まったよこれ。でっかいやつやんね。よいしょ。はい。ヘダイでした。でかいけどね。でかヘダイ。おお。今度はボイルでやってます。味付けボイルでやってます。ボイルで食ったよやっぱり。ローテーションだね。ローテーションでやるのがもう王道ですね。いい天然ゴイ嬉しい。やりました。天然マダイいいっすね。連発。今度は正真正銘の容体だけど綺麗。重量がね、ぶんぐりむっくり。うわー、すごいすごいすごい。やりました。今度はちょっとでかいな。あ、違うか。これ潮に張り付いてんだ。潮が速いからだ。はい、オッケー。よし、オッケー。でけえ。ね、全部でかいのばっかり。量計しか釣れない。すごい、本当にすごい。当たってるよね。団子あたりですね。魚はいるんだけどね。割れました。撃ってるはずなんだけどね。撃ってるはずなんだけどね。よっしゃ。おい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 、行くな行くな。サイクだけでやりました。おろおろおろ、これ絶対そうだろ。ほらほらほら、おるよ。よし、うん、違ったかな。違ったみたいだね。当たってる。なんか当たってる。よっしゃ、また鯛だ。上向いて、はい、上向いて、上向いて、クソが、うん、行かせん、行かせん。
簡単に行かせんて。そう、こっついね、これ。うん、くそ。潮が速くてね、余計重くなるもんね、これ。腕がだるい。サイズアップ、今日一やね。よっしゃ、60近くあるね。やりました。うわ、楽しいんだけどね、めちゃくちゃ痛い。竿を持つ手がすごく痛い。あ、もう食ってるわ。あ、やっぱりね、こういうのダメだね、やっぱね。食い込ませきれてない。あんま大きくはないんだけどね、重量はそんなにないんだけどね。タイ、うわあごだね、やっぱり。うわあご、皮一枚やりました。黄色ちゃんですね。黄色ちゃんでベタ族這わせ。大丈夫かな。当たってる、当たってる、当たってるよ。かけた、かけた。おお、本命じゃん。マジか。なんだろうね。ん、死ぬかな。おっと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 。すごいね。ナイス。うい。やりました。割れました。流していきます。うわ、くそ。あー、残念。あー、そんなひったくりの当たりが出るとはね。あれ、まだ当たってんのか。肩は大きくないみたいだけど、まあ、ちゃんとチヌみたいですね、これは。えい、
死ぬです。失敗した。今食っとったね。よし、釣れます、釣れます。あんまり外に行くなよ。はい、タイでした。いいね。はい、だ、あった、やりました。あるよ。待ってるよ。よし。残り時間がもう1時間を切ってるんで、ラストスパート、団子を決めに握ったり、綺麗な置き網に変えたり、手返しよくしっかり攻めていこうと思うんですが、ちょっとここに来て活性が下がっててね、団子あたりが出ないんですよ。潮がパッとこう止まったり、なんか変化してくれたらまだいいんだけど、どうしようかね。さて次ちょっとそこを狙っていきます。とにかく団子あたり確認しないと今日は全然魚が釣れないんで、魚がいたら必ず団子あたりが出るような状態みたいなんでね、団子あたりが出ないイコールいないみたいな、本当は違うのかもしれないけどね、本当はただ活性が上がらなくているけど見向きもしないみたいな。割れましたが、魚寄ってないからこの釣り方じゃ釣れんだろうな。寄ってきたかもね。寄ってきたね。若干割りました。よっしゃ、やっとかけた、やっとかけた。元気いいわ、マジで。
ちょっとね、うちに入り気味なんでね、前に出しながら、容体が多いですね。まあいいんだけどね。よかった。やっとかけた。これあれだ。シマアジっぽいぞ。よっしゃー、やった、ミラクル。最後に、これは嬉しい。最後にミラクル来た。よかったー、その日のうちにリベンジ成功。夕まずめにもあるんだね。だいたい午前中とかしか釣ったことなかったんだけどな。荒れてるよ。あれ、すぐ来るはずなんだけどな。あれ、当たるよ。なんかかけたよ。ヘダイだ。よいしょ。終わりかな、今度こそ。これラスト。じゃあ、これね、もう続けたらエンドレスに釣れちゃうかもしれないんだけどね。今日はもうこれで
終わりにします。今日一日ありがとうございました。やったぜ。